あ、チェック。今日は2018年9月29日、座り込みですね。台風が近づいてまして雨ですけども、12時57分ですね。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに伝えています。私は以前ここにありました沖電機工業という会社を今から37年ほど前、会社で起きました差別やいじめの事件を批判しておりましたがために不当解雇され、以来戦いを続けております、田中哲郎と申します。周辺の皆さんには大きな音でご迷惑をおかけいたします。しかしながら私の戦いは沖電機だけを相手にしたものではありません。大企業の金儲け主義、金儲けのためには何をやってもいいんだという考え方、価値観です。政治家や官僚を味方につけて、社会のさまざまな問題を引き起こして、今日の朝日新聞にはスバルが検査結果をごまかしたという報道がされていました。これまで自動車メーカーの多くが検査データの改ざんを行い、リコール問題も起きています。ずるいことをやっちゃいけない、悪いことをしちゃいけない、弱い者いじめをしちゃいけない、企業の中ではこれらがことごとく破られてきた。談合の事件も報道され続けていますけれども、これまで皆さんの中で談合を行った会社の誰かが捕まって刑務所に入ったという話を聞いたことがある人がいるでしょうか。本来商法あるいは刑法の上では、談合というのはやった人が懲役刑、罰金だけではなくて懲役刑に処するというふうに決められております。にもかかわらず談合で懲役になった人を聞いたことがない。沖電機も明らかになっているだけで2つの談合をやっています。今年も株主総会でその事実を報告糾弾しましたけれども、沖電機は胸を張って自分たちは警察の捜査を受けていないと言って、これは明らかにおかしい、警察と何らかの癒着があるんじゃないか、そう疑われても仕方がない状況です。警察の官僚たちは定年を迎えると大体が大企業の警備担当と総務課の中のそういうところのある程度地位高いところに天下りをする、そういう例が少なからずあるわけです。そして株主総会の時には都内だけで数千人の警察官が動員して私服で株主総会に参加する、その理由は総会屋対策だ。総会屋というのは株主総会に暴力団みたいのが来て会社の何らかのデータをつついて会社を脅かして金を巻き上げる、そういう人たちのことを言うわけですけども、昔はそういう人たちが存在しましたけども、今では日本の中で総会屋というのはもうすでに存在しないと言われている。にもかかわらず警察が私服で株主総会に総会出席する理由は何なのか。結局は会社の不祥事を指摘するような株主、一般株主を威嚇するようなことを警察が税金を使ってやってるわけです。そもそも警察官が私服でそういうところに出席するなんていう国は先進国の中では日本しかありません。大企業の金儲け主義がこのように警察までも腐敗させて
役人の多くは大企業にとって都合の良いような、場合によってはずるいことを許してしまうようなことを繰り返しやって、それらは新聞で報道され続けています。そして言うまでもなく、政治家の多くは大企業にとって都合の良い政治を行う。なぜならば、大企業から金をもらって自分たちが政治家であり続け、政治資金の多くを大企業からもらっているからであります。そしてこのような状況の中で、ずるいことをやっちゃいけない、弱い者いじめをしちゃいけないという基本的な正義感というものが欠落し続けている。偉い人たちが国民の前で嘘をついたり、ずるいことをやってみせたり、隠しちゃいけない書類を隠したり、本当のことを言わない。国民の多くは、あんな偉い人たちまでああいうことをやるんだから、我々が多少ずるいことをやったっていいんだ、そう思ってしまう。そして、社会の中で正義感というものが、もう死後のように使われなくなってしまった。その最悪の結果が、繰り返し私は言いますけれども、学校の中での子どもたちのいじめ自殺の問題、これはまさに、親たち、大人たちが行っていることを子どもたち、その価値観を受け継いで実行しているに過ぎないのであります。親たち、大人たち、あるいは役人たち、教育委員会も含めて、本当にいじめが悪いと思っている人たちがどれだけいるか。いじめが悪いとすれば、それは自分たちを困らせる事件だからです。自分たちのところで起きては欲しくない。起きても明らかになってほしくない。隠してしまう。隠蔽の体質というのはまさに、大企業が検査データを隠蔽したり、ごまかしたりするのと同じように、役人たちを非常に重要な事項で、それと同じことをやり続けているわけであります。私の戦いの目的は、そのような状況を改めさせようとするものであるという点をご理解の上に、ご協力をお願いしておる次第であります。この道はいつか「ああそうだよ」「アカシアの花が咲いてる」「あの川いつか見たおう」ああそうだよ、ほら白い時計台だよ。この道はいつか来たああそうだよ、お母様と馬車で行ったよ。あの雲はいつか見たし